なんかね、かげちゃん見てるって嬉しい、かげちゃん。あのね、かげちゃんがね、この私小説を書いてるっていうの多分みんなに言ってなくって、全然言ってなかったんですけど、かげちゃんだけがこれ決まる前からずっとなんか楽しみにしてるねって言ってくれて、それでだからかげちゃんにだけ言ったんですよ。私最初に、一番最初に多分言って、そう、実は小説書いてるんですよねみたいなことを言ってて、そうなので、これぜひかげちゃんにプレゼントします。てかメンバーみんなにはプレゼントするんですけど、多分でも、かげちゃんにも、プレゼントさせていただきます。よろしくお願いします。あと今度ご飯連れてってください。はい、